回でございます。ということで、今日なんですけども、朝一をフラフラと歩いてたら、こんな魅力的な商品見つけました。うわ、何これ。ザコセットだ。わ、こんなんでも面白いよな。テンスが入って、ムツ、カイワリ、チカメキントキ、そしてミノカサゴ。で、赤ヤガラ。これいくらなんでしょうね。これいくらっていくらっすか、これ。あー、それか。全部でか。全部なら2000円。2000円。お、安い。これいきましょう。これください。というわけで、本日の食材がこちら。よいしょ。いろいろ入ったお魚ボックスってことでね。それではこちらをさばいていく。はい、ありがとうございます。本日の食材がこちら。いろんなお魚っていうことでね、僕の大好きなシリーズ、色物シリーズでございます。市場や朝市にはですね、規格外のお魚とか、あと数がまとまって取れなかった半端物が、こう一つのセットになった商品が、それをね、色物とか雑魚セットとか言うんですけど、僕ね、めっちゃ好きなんですよ。まあ、なんせ値段が安い。こんだけ入って2000円ですよ。めちゃくちゃお値打ちじゃないですか。それに、魚見るのも食べるのも大好きな僕からすると、もうね、ワクワクしかないんですよ。色物って。もういいこと尽くしでございます。ということで、見ていきましょうか。まず1行種目、こちら。じゃん、カイワリですね。これアジ科のお魚で、めちゃくちゃ美味しい魚です。もうこいつの煮付けが僕大好きなんですよ。めっちゃ美味しいですよ。とても味のいい魚。こいつが入ってたんで、もう今日絶対買おうって思ったぐらい。もうそのぐらい美味しいお魚。メッキに似てるんですけど、メッキとはちょっと違うんですよ。味もね、メッキよりいいです。カイワリとかカイワレとか言いますよね。あと、ヒラアジとかとも言うのかな。まあ、呼び方はね、その地域によって違うと思いますけども。カイワレが、小さいのが2匹、大きいのが4匹で、合計6匹入ってましたね。そして、こいつが危ない。これ。もう色物にはよく入ってるやつね。これ。ミノカサゴですね。普通のミノカサゴとまたちょっと種類違うのかな。これよく入ってます。で、これね、意外と味がいいんですよ。うまいんですよね、これ。やっぱこう、トゲがほんで鋭いのと毒ありますんで、気をつけてください、扱うときはね。ミノカサゴが1、2、3、4匹ですね。なんでこうやってね、結構危ない魚も入ってたりするんで、色物は割と上級者向けですね。お魚見るのも食べるのも大好きだよっていう方が買うにはいいかなと思います。で、次どれ行こうかな。いっぱい入ってるよ、今日。あ、1匹いました、この子。こちら、マダイの稚魚ですね。マダイが1尾入ってました。で、タイつながりでこれ行きましょう。じゃん。これもうまい魚。カゴカキダイっていう魚でね。結構堤防とかでは釣れるとこは釣れるみたいですね。で、この魚、味がめちゃくちゃいいんですよ。僕昔からこいつ味がいいってことでね、よく動画にしてたんですけど、最近それがね、バレたっぽくて、割と市場でも高値で取引されてますね。これね、最大でもほんとこのぐらいにしかなんない魚なんですけど、すごく味がいいんです。脂があって、身が締まってて美味しいです。で、次こちら。キンメダイみたいなお魚ですけど、キンメダイとはちょっと違う。これね、チカメキントキという魚ですね。これも綺麗なお魚ですよね。これも珍しい魚だな。じゃーん。こちらがテンスという名前のお魚ですね。これこっちの方ではよく取れる魚でね、割と美味しいです。鱗ついたまま干物にして油で揚げて食べるとすごく美味しい。干物を油で揚げるっていう発想はあんまないですよね。僕も教えてもらって食べたらすごく美味しかった。で、次こちらですね。これは何でしょう、わかりますかね。これがわかる方はもう結構お魚通ですよ。こちらのお魚が石餅ですね。塩焼きがとても美味しい魚。韓国の方とかだと、お祝いの時に石餅の塩焼きを焼くっていう文化があると聞いたことありますね。日本だとマダイですけどね。で、次こちらも1匹だな。じゃあムツですね。これも美味しい魚です。で、これ2匹入ってました。これがメゴチですね。メゴチちゃん、天ぷらのネタで最高に美味しいやつ。で、これ2匹入ってました。じゃーん。で、こちら赤ヤガラですね。大きいのが2匹。そしてラスト。うわ、これね、これもよく色物に入ってる。アンコウの小さいやつね。はい。こんな感じのラインナップでしたね。さあ、じゃあこれで何作ろうかな。とりあえず、鱗と内臓出してみて、身の感じを見て、決めていこうかなと思います。この、カイワリとか、カゴカキとか、ここら辺はね、刺身でいきたいんですよね。このカイワリは絶対食べたい。で、あと赤ヤガラとかね、ここら辺のアンコウとか、ミノカサゴ、これどうするかですよね。ここら辺ガツッと漁師汁みたいな感じにしてもいいな。刺身と漁師汁と、あとここら辺の塩焼きで美味しい魚は塩焼きにして、ちょっと定食みたいな感じで作ろうかな。よし、じゃあまずは頭と鱗をひたすら落としていくという作業に入ります。さあ、ではやっていきます。で、こういう細かい魚をたくさん作業するときは、ちょっともったいないなって感じる方多いと思うんですけど、水を少しずつ、このぐらいずつ流しながら作業すると、ものすごく衛生的で、かつ仕上がりがめちゃめちゃ綺麗になります。
もうちっちゃい魚って鱗とかも小さいし、数こなすんで内臓もたくさん出るんで、もう常にまな板を清潔にしとく必要があるんですよね。もう水をケチって汚いまな板でずーっとこうやってるのはもう絶対良くない。この水を出して切って出して切ってとかやってる時間があったら、もう1秒でも早く魚を仕上げて氷で冷やし込んであげた方がいいんですよね。なのでもう素早くもう水を少しずつこう流しながらいきます。こうできるだけスピーディーにこう水に当てながら、こうやってカイワレは鱗がほんとついてないみたいな魚なんで、まあ、軽くなぞってぬめりを落として頭を落として内臓を外すと、で血合いをちょっとかいてピュッピュッと、こんな感じで水が流れてるとこうやってサッといけるんですよね。鱗取って頭を落とす、で内臓を落としてかき出すと、こんな感じ。もうめちゃめちゃ早いです。それね、仕事が丁寧なんですよね。プロのお魚屋さんとかもやっぱり水はね、ある程度流しながらさばいてますよ。なんでご家庭でもね、こうやって真水を流しながらさばいた方がいいと思います。でそれにね、この魚には腸炎ビブリオっていう菌がついてます。海水にいる菌なんで、もう海水のお魚にはついてますね。でその腸炎ビブリオっていう菌はこの真水にとっても弱いので、腸炎ビブリオも倒してくれるという効果があります。なんで水をこうやって使ってさばくってことはね、たくさんのメリットがありますんでね、まあ、あんまりね、こんなブワーッと流しすぎるのは良くないですけど、まあ、少しずつちょろちょろと流しながらこうやってさばいていくのはいいと思いますよ。結構コメントで水流しながらはもったいないっていうコメントがよくあるんでね、ちょっとここで説明しておきました。では次、石餅、鱗、カキカキ、まあ、今回全部頭取っちゃいます。もう頭はいらない。でこういうちっちゃいマダイ もうなんでこんなもん漁師さん取るのって思う方おるじゃないですか。でもこれね、仕方ないですよ。これ網にどうしても入ってしまうんです。で網に入った魚っていうのは海に戻しても死んじゃうこと多いんですよ。ましてやこんなちっちゃい魚っていうのは体力も少ないですし、なのでもう海にそのまま捨てるか出荷するかだったらね、まあ色物で出荷したりだとか、あと漁師さんが お家で食べたりだとかした方がいいじゃないですか。そういうのでこういうちっちゃい魚っていうのも一番に出回りますね。でこれがカゴカキダイですね。やっぱ身がね締まってる。こいつは脂もすごくある。ほらネットネット、いい魚だ。で危ねえこいつ、身のカサゴ。これほんと気をつけてくださいね。僕刺されたことないんですけど結構痛いらしいです。でトゲがこう長いんでブスッといったら大変だろうな。で多分危ないのはね、こう背びれなのかな。背びれが見た感じすごく鋭そうです。怖えーなー。ほんとね、この魚色物によく入ってるんですよね。で身のカサゴとっても鱗が取れやすい。鱗かきじゃなくても包丁で簡単に取れるわ。カリ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 。で赤ヤガラですね。ヤガラもちょっとぬめり落として、ヤガラね、これ難しいんだよな。どっから食べるか問題な。ここら辺から落とすか。でお腹が長いんです。ここが肛門なんで、ここから逆包丁で入れて、よし。これもね、うまい魚。大きくなるとね、とっても脂が乗ってうまいです。焼きでも煮ても刺しでも何しても美味しい上品な白身魚。青ヤガラっていうのもいるんですけど、青より赤の方が美味しいみたいですね。メゴチ、まあメゴチか。メゴチはこう背びれこういってこうだな。皮ついたままいきます。皮もね簡単に剥げるんですけどね、なんか皮剥いで漁師汁にしちゃうとなんかボロボロになっちゃいそうなんで、あえて今日は皮ついたままいきます。こちらアンコウですね。結構これがね困るんだよな、この色物だとね。アンコウってね結構料理の幅が狭いんですよね。なので、まあ、アンコウがいたから漁師汁にしようかなっていう感じでしたね。
で冬場はあんこう高いんですけど、この春になってくるにつれてあんこうの値段ぐんと落ちますん で落ちるんだけど、そこまでクオリティはね下がんないんですよ。鍋の時期じゃなくなるんで、需要がなくなるから、そのやっぱ値段が落ちるってことで、あんこうはねこの時期とか安くなるんですけど、いいですよこの時期あんこう安いしうまいし。あんこう鍋まだね冬やってないよって方、春が狙い目かもしれませんね。よし、身だけ取っちゃって、で頭ですね、頭はこうやって割っちゃって、割っちゃって上あごと顔面分けてこんな感じで、で顔面のこの汚れと、あとこの牙がついてるんですよね、この牙ここについてるやつね、これ取って、で上のここにも牙ありますんで、これをカット、これでいいでしょう。で目玉も気になる人は目玉もここで取っちゃうと。まあ要するにあんこうはね、汚れとぬめりとあと牙だけ取れちゃえば、あとは全部食べれるんでね、もうさばき方はあんま正解ない感じですね。下の方こっちもね牙がついてます。でエラも食べれるっちゃ食べれるんですけど、僕はあんま得意じゃないんでエラは取ります。エラもねこれコリコリっと食べれます。まあエラとこう牙を取っちゃいます。ここに牙2つついてるんでね。でそしたらこの口のところ、口の牙も外しちゃいますと。で汚れとぬめりを真水で綺麗に洗い流すと。で食べやすい大きさにカット。OK。点数難しいな。この魚どうしような。まあ、これも鱗取るか。あ、鱗結構簡単に取れるんだな。あんま扱ったことない魚だから新鮮ですね。あ、意外と本当ツルツルいけるな。多分こいつはベラ科の魚なんでしょうね。鱗の形とか体の構造とってもベラに似てますね。で最後これチカメキントキさんですね。これはね鱗硬いんですよね。鱗取りでいきましょう。うん、キンメダイとはでも全然違う。鱗が細かくてびっちりついてます。この魚もねすごく美味しいお魚なんですよね。やっぱねまずい魚っていうのは色物に入ってないですね。基本的に美味しいお魚の規格外が入ってます。ほんとね大好き。あの魚の鍋とかやる方はもう色物見かけたら買った方がいいかも。どんな魚が入ってても鍋にしちゃえばいいんですから。よし、そんなこんなでさばき終わりましたと。まあ、あとはこう背びれとかはねいい感じにこうやって切っちゃいます。で尻尾も邪魔なんで落としちゃう。この状態にしちゃいます。よし、そしたら向こうのキッチンに行きたいと思います。ちょっと今急遽動画回してますね。こっちのキッチンに来て水気切ってバットに並べてたんですけど、身のカサゴのヒレを取ろうと思って頑張ってたんです。そしたら刺さっちゃって、僕背びれとお尻だけ気をつければいいかなと思ったんですけど、こいつ、これ見えますかね、この尻尾のここにもトゲがあって、こんなとこにトゲがあると思わんじゃないですか。隠し針中の隠し針があって刺されちゃったんです。ただ全く痛くないんですよね。毒あるんかね。別に痛くありませんでしたっていう報告です。業務連絡ですこれは。よし、はい、ではこのように処理が終わりましたと。もうこの状態になってしまえばこっちのもの、あとは料理するだけですよ。そしたら漁師汁から作っていきますね。今日塩焼きしようと思ったんですけど、ちょっと頭取っちゃったんで漁師汁でいきます。量が多いんでサラマンダーで一気に焼き上げます。全部の魚介の旨味をねスープに入れたいですよね。で平アジだけはお刺身でいきますね。これ正直後日の撮影なんですけど、身のカサゴ刺されてから全然1日経ったんですけど全くやっぱ痛くないですね。なんだろう、この尻尾のトゲはあんま痛くないとかあるんかな、あれと思って。刺された時はうわやっちまったと思ったけどな、意外と大丈夫でした。であんこは焼かずにこのまま入れますね。でこの子たちは焼きます。でこうプレスして、でひっくり返す時もこうやってこれごとよいしょ、あらお恥ずかしいですね。じゃあ焼いていきます。で塩は振りません。サラマンダーさんお久しぶりですね。まずは下皿に水を入れます。これ火力が本当にすごいんですね。これで魚焼くとマジでうまいですね。でまず火つき棒に火をつけます。はい、つきました。そしたら火をつけて、はいはい、じゃあいってらっしゃい。そしたら焼いてる間にお鍋に昆布の戻し汁と昆布で火にかけていきます。
なんか野菜ないかな。あ、大根ちょっとへにゃへにゃだけど大根でいいか。あとなんかないかな。お、ネギ、ネギがあった。まあそんなもんかな。まあ、今日は大根とネギでいきます。柔らか。よし、こんなもん、もうざっくりでいいんです。さあ、そろそろ魚がいい感じじゃないかな。お、いい感じに焼き上がってきておりますね。よいしょ。すごい、なんか旅館の朝食の匂いがする。なんだろう、この美味しい魚特有のこの匂いですよね。この油って感じじゃない、この魚の繊細な匂いです。これはうまいな。この色とりどりの魚たちのお出汁が一つの鍋に入るわけですからね。こりゃ楽しみだ。でこっち側も焼いていきます。いってらっしゃい。はい、ではこのように焼き上がりましたと。そしたら昆布を取り除いて、おー、いい出汁が出ておりますね。そしたら大根で、大根に火を通していきます。はい、大根に火が入ったら少しお酒入れちゃう。そしてこの中にまずはあんこう、そして次はこちら天酢ですね。美味しそう。で次こちら赤ヤガラですね。よっ。次はこれムツですね。肉厚でふわふわでとても美味しそう。次1匹だけ見ました。マダイですね。タイの出汁はうまいです。でこれも美味しい魚、カゴカキダイ。次これ石餅ですね。でこちらミノカサゴ、水族館の人気者。でこれが金時で、メゴチ、もう満タンですね。でこちらコト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 煮込んでいきます。その間にこのカイワリ、これ刺身取っちゃいましょう。これがうまい魚なんですよね。煮付けもいいんですが、今日は鮮度がいいのでお刺身でいきます。でね、油もすごくありそうですよ。で、さばくのも意外とね簡単です。ほら、こんな感じで下に1本、そして上に1本、もう普通のアジと一緒です、さばき方は。でシュッシュッと、こんな感じですね。でここにゼイゴがついてるんですけど、まあ、皮剥いちゃいますんで、ゼイゴは取んなくて大丈夫ですね。もうあのゼイゴついたまま3枚にまずはおろしてしまいます。1、2、ひっくり返して3、4で尻尾から5、手返しは5回ですね。まあ大きいの3匹いきますか。でアクが出てきたら取ります。はい、そしたら腹骨をすいて、で皮を剥ぎます。まあマアジと一緒で、こっちの頭の方からこうやって取っかかりを作って、包丁の背中の方でグッ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 とやって皮剥ぐこともできます。でもマアジと比べて若干硬いですね。この剥き方やるんだったら柳じゃなくてデバの方がやりやすいかも。デバの重みでこんな感じでこうですね。まあ、でもちょっとね聞きにくい。まあ、でも僕はね、こう腹骨をすいて、もうここ尻尾から普通の魚みたいに皮剥いちゃいます。こんな感じで、ちょっと失敗しちゃった。こう入れて、ちょっと幅が広いんで難しいんですけど、うまくいくと、あ、こんな感じ。これが成功。こっちが包丁の峰で皮引いた方、こっちが包丁の刃の方で剥いた方なんですけど、こう峰で剥くとね、こうどうしても皮の、なんだろう、繊維というか、これが残っちゃうんですよね。包丁の刃の方でスーッと引いた方が、なんかね、スベスベしてるんですよね。繊維がつかなくて。ギンギンが残ってる方はこっちなんですけどね。まあ、こっちでも十分ギンギン残りますんで、これでいいかな。腹骨をすいて、尻尾の方から。で、尻尾のギリギリを攻めすぎないことですね。尻尾のギリギリはこう、ゼイゴが強いので、うまく皮が引けません。なんで、ここら辺から。で、ちょっと包丁を立てて、こう引いてあげるっすね。あ、こんな感じ。こう入れて、ここら辺から包丁を入れる。で、ちょっと包丁を立てて、スライド。完璧ですね。あ、これ完璧。そしたら、光り物は、氷水に、お酢。どんなお酢でもいいです。
それでその中に入れて軽く素洗いします。これやると臭みが消えてぐんとうまさが増します。よし、はい、そしたらザルに出してペーパーで水気を取ります。はい、こんな感じで、まな板はきれいに洗って水気をしっかりと取っておきました。この作業が一番大事。もう毎回僕ね、これ動画でくどいように言ってますけど、もうこれってめちゃくちゃ大事なんですよ。お刺身がね、こううまくなるポイントって、汚いまな板の上で絶対にお刺身は切っちゃダメです。もう一気に生臭いお刺身になるんでね。自分でお刺身にしてあんま美味しくないなって思う方、8割ぐらいこの汚いまな板でお刺身切ってるっていうのあると思いますよ。さあ、そしたらここに真ん中に骨が1本入ってますんで、血合い骨を外します。こうですね。もうこれであとは食べるだけです。よっと。このぶどまりがね、すごくいいんですよ。カイワリっていう魚は多分このぐらいのサイズだったら、ちょっとこうやって半分に割ってお寿司でもね、いけると思いますよ。はい、こんな感じにヒラアジおろし終わりました。そしたらこちらを切って盛り付けていく。ではでは、いい感じにお出汁が出ております。これ全部魚の出汁。ちょっと味見してみますね。うわ、うまっ。味噌落とさなくてもこれでいける。そのぐらいいい出汁出てる。ほんで何この出汁、うまっ。うわ、なんか何とも言えない。なんだろう、この甘さのある魚の出汁。やっぱね、いっぱい魚入れるといい出汁出るんだよな。で、ちょこっとだけ味噌落とします。ちょっと塩味が入るとまた美味しくなると思う。スープとして完成してるんですけど、ここに今日八丁味噌、名古屋といったら赤味噌ですよね。これを溶かします。味噌はね、こう泡立て器でスッとすくって、お玉の中でこうやってちょっとお汁入れて溶かすとすごくやりやすいですね。ここで溶かして、溶かして、でさーっと、あ、ネギ入れるの忘れた。まあいいや。あんまりお玉でかき混ぜると身が崩れちゃいますんで、こうやって鍋ごとこうやって揺さぐって、はい、これで漁師汁の完成ですね。盛り付けていきましょう。まずはスープ、で、ミノカサゴ、キントキ、メゴチ、赤ヤガラ、マダイ、ちょっと大根入れて、もう入らんな、こんなもんにしとくか。はい、これで漁師汁の完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よし、食べていこう。まずはこちらのカイワリのお刺身からいきましょう。今日は濃い口醤油に生姜でいきます。ではこの脂の乗ったハラミのここいきますか。醤油にちょっとつけて、うわ、すげえ脂がパーッと浮きました。ちょっと生姜乗っけて、で、芽ネギも乗っけると、こんな感じでいただきます。おー、うまいな。マアジとカンパチの中間って感じ。まあ、どっちかというと、ちょっとカンパチ寄りかもしれませんね。身がね、しっかりしてます。でも、風味はやっぱアジですね。いや、うまい魚ですわ。次こちら、出汁がたっぷり出た漁師汁です。いただきます。うまっ。こりゃうめえわ。これ二日酔いの時飲んだら、一瞬で二日酔い治りそう。じゃあちょっとこちらの、ミノカサゴいきますね。僕の手をブチュンとしてくれたミノカサゴさん、どうでしょうか。いただきます。めちゃくちゃうまいんだよな。やっぱ身がホクホクしてて、ちゃんと味もしっかりあるんですよ。次何行こう。金時行くか。金時、これはね、身が結構しっかりしてるんですよ。ほら、もう全然ミノカサゴと違いますよね。こちらいただきます。うん、しっかりしてるわ。で、金時より僕ミノカサゴの方が好きだな。出汁がうまいわ。なんか今日の出汁ね、甘みがあります。みりんとか何も入れてないのに甘いの。これ魚の甘みです。次、赤ヤガラ。んー、ヤガラはうまいな。いろんな白身のいいとこ取りって味してる。歯ごたえもあり、旨味もあり、繊維もきめ細かくうまいですね。
はい、ということで今日はこちらの貝割れのお刺身と漁師汁ときましたらお飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ゲームのやつ。味系のお刺身にもすっきり合ってくる銀色ですね。はい、こちら七対三ですね。いただきます。うめえ。飲んでからこの漁師汁のこの汁で、うん、スープで飲めるもんね。うまい。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は市場で見つけた色物セットを使って漁師汁とお刺身作ってみましたけども、いや贅沢だったな。ああいうちっちゃい魚もちゃんと調理してあげれば美味しい料理になるんですよ。ちょっと食べるのはね大変なんですけど、ちっちゃい魚美味しいですよ。皆さんもぜひ市場でいろいろ入って安いお魚セット見かけた際はやってみてください。はい、というわけで行きましょう。よいしょ、バイバイ。